4種類の製品のうちの一つ、定番レモン俳優の安倍博士氏は、レモン銅のコマーシャルメッセージに起用されている。レモン銅は、日本コカ・コーラが、日本国内で販売する缶ハ杯。コカ・コーラグループが、自社ブランドで販売する初めてのアルコール飲料である。2018年5月に、九州地域限定で発売が開始され、その後、 翌年の2019年10月28日から沖縄県を除く日本全国に販路を拡大した。レモン堂は、いわゆるレモンサワーであり、レモン果汁を7%から17%と多く含む。レモン果汁はレモンを丸ごとすりおろして作り、それをあらかじめ酒になじませておくという製法を採用している。この製法は、全割常駐を参考にしたもので、 前割りレモンと呼称している。また、果汁の割合の多さから、一般的なレモンサワーと異なり、アルコールのみでは、殺菌が十分に行えず、加熱処理で殺菌を行っている。2021年4月現在、レモン堂には、定番レモン、塩レモン、蜂蜜レモン、鬼レモン、カミソリレモン、ドライの5種類の味の商品があり。 それぞれアルコール度数が3%から9%の範囲で異なっている。このように製品の種類によってアルコール度数に幅を持たせたのは従来より缶中杯にはアルコール度数が高いものもあれば低いものもあり消費者に様々なニーズがあると考えたためであるという。例えばアルコール度数3%の蜂蜜レモンは8月や12月に売り上げが大きくなっており、 これは、盆休みなどで、日常的にほとんど酒を飲まない消費者が購入したためであると考えられている。パッケージデザインは、従来の缶ハ杯との差別化を図るため、藍染めの前掛けをイメージしたレトロなものとなっている。4種の製品のパッケージは、共通して大きなレモンが描かれているが、レモンの周辺の門のディテールに差異があり、それによって、各商品の味を表しているとされる。 レモン銅の5種類の製品はいずれも1缶あたり、容量が3 5 0トルで、希望小売価格を税別150円に設定している。他社の缶チ中杯は100円前後の価格となる中、あえて高価格帯で販売することで収益性を高めているという。2021年4月26日には、5 0 0トル缶でも飲みたいという消費者からの声に、答え、500ml 缶の ホームランサイズ定番レモン、ホームランサイズカミソリレモン、ドライがそれぞれ追加発売された。発売以来取り扱いのなかった沖縄県においても2021年5月10日より取り扱いを開始した。日本の中杯市場の規模は2018年で3000億円弱にも及び2010年から比較しても2倍程度にまで拡大しているという成長市場となっている。一方、 サントリースピリッツの摂氏196度ストロングゼロ、キリンビール、氷結といった有力な既存商品があり、競争も激しい状態であった。こうした状況下で、レモンサワーは缶中杯の中でも最もよく飲まれている商品であり、市場の中心的存在であった。以上のような市場動向を踏まえ、コカ・コーラは新たに発売するアルコール飲料として、レモンサワーを選んだという。 コカ・コーラはこれまでアルコール飲料を販売したことがなく、レモンドーはコカ・コーラのブランドで発売される初のアルコール飲料となった。一方でコカ・コーラは果汁飲料の製造技術の蓄積があるため、レモンサワーであればそうした技術を活かすことができるということもレモンサワー市場への参入の理由の一つとなった。開発に1年ほどの期間をかけ、 レモンドーという和風の名称と独特のパッケージデザインを使用することでブランドとしての定着を意図した。当初の生産は山口県の日本果実工業が受託しており2018年5月から行われた販売も九州地域に限定されていた。九州でテスト販売を行ったのは焼酎の消費量が多い地域で売れるかどうかを試すためであったとされる。九州は 従来より、中杯があまり飲まれない地域であったが、目標のおよそ2倍の販売量に達し、スーパー等だけでなく、九州限定のお土産として、空港や駅でも売られるようになった。こうした、販売の好調さを受けて、コカ・コーラは2019年10月28日から、全国販売を行うことを決めた。これに合わせて、 コカ・コーラボ・トラーズ・ジャパンの埼玉工場が種類製造免許を取得し自社生産にも乗り出すこととした。全国発売により俳優の安倍博士の出演する CM を全国放送したほか、エビスにレモンドーとおつまみを無料で提供する期間限定店舗を設置するなどの企画を行っている。また、2019年12月には日本食料新聞社主催の 第38回食品ヒット大賞の選考大賞にノミネートされ、アサヒビールのアサヒ極上切れ味とともに種類部門の優秀ヒット賞に選ばれた。受賞について日本食料新聞は前割レモンの製法に言及し、レモン堂を新たな価値提案を行った商品だと評している。2019年の11月から12月の日経ポスでも 缶中廃部門の売り上げで定番レモンが主位、鬼レモンが5位となったが、販売量が当初の予想を上回り、生産が間に合わなくなったため、2020年1月に一時的に出荷中止とした。生産再開後も順調に売り上げを伸ばし、2020年の年間計画を800万ケースに引き上げた。果汁系中廃のトップブランドである。 摂氏196度などの年間約4000万ケースには及ばないものの十分に注目される実績となった。アメリカのコカ・コーラ本社はレモンドの売れ行きを見て2021年から甘さを加えたアルコール系炭酸飲料を発売することを決定した。日経トレンディと日経クロストレンドが2020年11月3日に発表した。 2020年ヒット商品ベスト30の第5位にレモンドーが選ばれた。ありがとうございます。